ない速度だったんで、はい、とっさの判断でっていうのは、間違いなく。今日俺は2時3時の暗黙の了解を破る。ゲーム理解度の高さ。お、何それ。何すか。2時3時では暗黙のルールとして 3D 配信の時はみんなに見てほしいからかぶせないというのがあったが、今日謝罪をしてかぶせることにした。今日誰が 3D 配信なんですか。今日はランキュラスっていうグループが。ほう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 。暗黙のルールなんだ。暗黙なんだ。そう、決まりはなくて、うん、でもなんか今まで脈々とかぶせずに続けてきたからみんな。でもちょっと人数が増えてきて2時3時も、はい、うん、ちょっと一回やってみようかなと。まあでもね、後輩たちの 3D を皆さんぜひ見に行ってあげてください。でも本当にすごいよな、こんだけの人数いてかぶせないにするのって難しそう、ね、全部把握できなそう。いや実際むずくねっていうのはあって、うん、まあ転換期かもしんないですよね、増えてきてね。チャラズさんもだって 3D みたいなもんですもんね今。8億ポリゴン。そうなんだ。え、チャラズさん、まあ俺、うん、え、今日カメラないんすか。ああ、まあだいぶ 3D だね。だいぶ 3D だね。手とか動くよ。そうか。日に日にポリゴン数増えてないなんか。今増えてる。今増えてる。ケンタッキーの食いすぎでポリゴン数が増えてる。今一時的に俺も減らしてえな。なんかポリゴン数減らした方がいいよ。めちゃくちゃ減らしたい。それ思ってる人はケンタッキー頼まないよ正直。痩せるってなんかダイエットしようとしてた時期あるんだっけ。なんかツイッターに今でも減量中って書いてるよねシャルさん。嘘つきじゃねえかよ。まあとりあえず今月人間骨だけしゃぶれケンタッキーの。あ、一個と一緒だ。肉捨てて行ってきてやばかったら痩せよう。もう現100キロは本当なんだこれ。マジマジ。嘘嘘。今100キロ超えてるぐらい。100キロならまだ大丈夫っすよ。まあでもね、ここを超えた先はね、スノーボール式だと思う俺は結構。そうなんだ。なかなか100は超えなかったんだけど、100を超えるとね、あっという間になんかそれから1キロ1キロって簡単に超えていく。ちょっとまずい。そういう感じなんだ計算式。うん、なかなかこう、あ、こぼれた水みたいな、ギリギリまで限界まで張って、超面水力かなんかしないけど、あれで、100まで、超面張力か、99.9 キロぐらいまで行ってたんですよ。100超えた瞬間に、この人言ってんじゃねえよ。表面張力なんかねえんだよ。マジマジ。このままじゃ破裂して死ぬチャルさんは。まあ食わなきゃいいんすけどね。でも食わないことが一番ダイエットだと思う。ああ、でも食ってるじゃん。いやこれはちょっとうるせえな。やばい。うるせえなだってやべえわ。もう無理だ。イカれるラード。ほぼ油田だろもう。なんかね怒りをね食べることが油まみれだね。油田いいね。化石燃料を取れるだろう。掘ったら。イライラするとご飯食べちゃうんだよな、なんか。やばい、これ以上怒らせない方がいい。ポリゴン数が。ポリゴン増えちゃうな。やばい。こかつ日本にもまだ油田があった。保護しないと。保護。だからやあれじゃない、一生取れるんじゃないじゃん。どんどんブクブク取って。ふざけやがってマジで。あれ俺が食わせてたケンタッキー。その可能性はある。ストレス溜まると飯に行っちゃうんだねやっぱ。自分は行きますね。言うよね。でも俺も飯に行くっすよ。そのダイエットストレスで。俺なんだろう。ストレス？うん。歌う人とかいますよね。カラオケ。俺カラオケだ。俺大パンだな。一番ぽいね。もう即パン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 。即解消できるじゃん。俺ないなあんま。ローレンさんに全て背負ってもらう。そうそう。ストレスそもそもかかんない。いやその。最近ストレス感じたことないかもな。自分で。大嘘だよ。笹さんみたいな人はね、すぐストレス感じるはず。些細なみたいな。繊細そう、意外と。あ、よくわかってるね。まあ、実際俺、あれかも。繊細かもね。あのね、何？ナーバスなタイプかもしんない。でも、あんま表に出てこないな。台本もしないし。確かに。会った時もなんか怒ってる姿想像できなかったですもん、うん、怒ってるの見たことない気がする、うん、いやねちりそう、怒ると、まあ、あー身内だったらねちるけど、ねちってくんだ、ねちるんだ。なんかノラとかなんかそういうのないね。寝るか、寝るのが一番解消かもストレス。怒りで眠れねえよ。それ空腹だろ、ただの。あなた怒りじゃないです、それ空腹で寝てないだけです。空腹のこと怒りって呼ぶのやめて。ストレスを与えてくる世界が悪いって言ってバクバク食ってるだろ。食ってるかもしれない。ダメです、ダイエットしなさい、死ぬわよ。ああ、楽しみだな。どんな病気持ってんだろう俺。